岩国基地にて、水陸両用機は陸上と水面の両方から離着陸が可能な航空機である。固定翼の水陸両用機は水蒸気に格納可能な車輪を装備したものである。代わりに陸上専用、または水上専用に設計された飛行機に比べて重く複雑で航続距離と燃費が劣っている。水陸両用機のいくつかには、 スキーの役割をする強化された流骨が組み込まれており、これによって車輪を上げたまま雪や氷の上に着陸可能なのでトライフィビーンと呼ばれることもある。フロート水蒸気の多くはフロートを車輪のついた着陸客と交換できるが、これはフロートの中に格納式の車輪がある DHC オッターの水陸療養バージョンのように実用的な水陸療養機とは言えない時もある。 多くの水陸両用機は飛行艇タイプである。この形式の飛行機や機体中央の下部に1本のメインフロートを持つフロート水蒸気は翼端が水面を叩かないように横安定性を提供するアウトリガーフロートが必要である。翼端が高速で水面を叩くと機体が破損する可能性があり、また翼端が水に浸かったままだと水が入って沈んでしまう可能性があるからである。 アウトリーガーフロートによって重量や抵抗が増えるのに加えて水陸両用機は滑走路で運用するときにこれがぶつかる可能性がある一般的な解決方法はカタリナのように格納式にすることだが固定式のフロートに比べてさらに重くなるいくつかの機体は地上から運用するときは翼端のフロートが取り外せるドルニエシースターのように スポンソンと呼ばれるスタブウィングを必要な安全性を得るために使うものもある。これに対してフロート水蒸気タイプの水陸両用機は普通は総動船のように浮力を2つのフロートに振り分けているのでこのような問題は起こらない。水陸両用でない水蒸気のいくつかは専用のビーチングギアで運ばれるので水陸両用機と勘違いされることがある。通常、 ビーチングギアは、車輪のついた台車か、一時的に取り付けられる車輪で、飛行艇やフロート水蒸気を、水から引き上げ、地上を移動させるために使われるが、通常の着陸装置に見えることもある。これらは、航空機の着陸の衝撃に耐えられるように作られてはいない。水陸両用機は、ビーチングギアを取り付けるために誰かが、水中に入る必要なしに、水を離れることができる。 しかし、完全に機能。水陸両用機に時々起こる問題は、着陸時に車輪が正しい位置にあることを保証することである。通常の運用では、パイロットは、チェックリストを使って、各項目を確認する。水陸両用機は、車輪を上げた位置でも下げた位置でも着陸できるので、パイロットは、着陸する場所に応じて車輪が正しい位置にあるように、特別な注意を払わなければならない。 車輪を上げたまま地上に着陸すると流骨に損傷を与える可能性があり、逆に車輪を下げたまま着水すると、ほとんど間違いなく機体が上下逆差になってしまい、重大な損傷の原因になる可能性がある。ビッカースバイキング初期の水陸両用機水陸両用機は、同等の陸上機に比べて、より重く、遅く、複雑で、高価であるが、より多用途に使える。 垂直に離着陸することはできないが、いくつかの仕事はヘリコプターの代わりにうまくこなすことが可能で、その場合の費用は非常に安い。水陸両用機は同等のヘリコプターに比べて高速かつ長い航続距離を持たせることが可能で、陸上機の航続距離にほぼ達する場合もある。飛行機の翼はヘリコプターのローターよりも効率的だからである。このため、 アルバトロスや新名は US-1A のような水陸両用機は長距離の海難救助任務に適している。加えて水陸両用機は遠隔地への軽由層を担うブッシュプレイに特に適している。このような場所では臨時の滑走路からだけではなく湖や河川からの運用も必要になる。イギリスは伝統的な海洋国家であるが、 多くの水陸両用器を二つの対戦の間に製造した。これは1918年のビッカースバイキングや1920年代初期のスーパーマリンシーガルに始まり、探検や軍用に使われた。これには捜索救助、砲兵観測、それに対戦パトロールが含まれていた。戦艦機のこの進歩は、第二次世界大戦直後のスーパーマリンシーガルで頂点に達し、 戦争中のウォーラスやシー・オッターを置き換えたが、ヘリコプターの進歩に追い越されてしまった。マーティンオーサ・ジョンソンのオサの箱舟から1930年代に、アフリカの探検に使われたシコルスキー S-38 体のレプリカ1920年中盤から1930年代後半に、かけてのアメリカ合衆国では、シコルスキーエアクラフトが、 水陸両用機の豊富なファミリーを生産し、探検や世界中の航空会社の飛行機として広く使われた。大きな飛行艇では行くことができない、多くの海外の空路で開拓者を助け、またアメリカにおける水陸両用機の普及を助けた。グラマンは後から参入したが、2機の軽量な半用水陸両用機グラマン G-21 とグラマンビジョンを 1930年代後半に民間向けに発表した。しかし、その軍事的な潜在能力は無視できないもので、第二次世界大戦中、アメリカ軍とその同盟国によって多くの注文がなされた。コンソリデーテッドカタリナも戦争中に純粋な飛行艇から水陸両用機に再設計されたが、これは偶然ではなかった。戦後、 アメリカ軍は何百機ものグラマンアルバトロスとその派生系を様々な用途で注文した。しかし、純粋な飛行艇は最高の水蒸気でも運用できないような状態の海上でも運用できるヘリコプターにとって変わられた。イタリア空軍のピアジオ P136。離水中に水陸両用機の特徴である車輪を折りたたんでいるところ。水陸両用機の開発は イギリスとアメリカに限られていなかったが、いくつかの設計は、業務が限定されたものではなかったので、着陸客の重さによる不利にもかかわらず、純粋な飛行艇やフロート水蒸気よりも、広い範囲で優先して使われた。しかし、ロシアもまだいくつかの重要な飛行艇を開発した。戦前に広く使用された、シャブロフシ種 -2 ハミ用飛行艇や、戦後のベリー FB-12 対戦。 紹介水陸両用機である。水陸両用機の開発は、ロシアでは、ジェットエンジンのベリー FB-200 で、続けられた。地中海とアドリア海に面したイタリアは、水上の航空機に関して長い歴史を持っており、それは初めて飛行した、イタリア製の航空機に遡る。ほとんどは、水陸両用機ではないが、サボイア・マルケッティ S56A やピアジョ P136 のような、 少数の水陸両用機もある。水陸両用機はアラスカやカナダ北部の厳しい地形で特に有用である。そこでは遠隔地から外の世界への生命線を提供する民間の大利益務のために多くの水陸両用機が使われ続けている。カナディアン・ビッカースビデットは遠隔地の森林パトロールのために開発され、以前はカヌーで数週間かかっていた任務が 数時間で完了できるようになった。これは森林の維持に革命をもたらした。しかし成功はしたものの結局は水陸両用フロート水蒸気より汎用性が劣るような水陸両用飛行艇はかつてのように一般的ではなくなっていった。どんな飛行機にでも付けられるような水陸両用のフロートが開発され、それによってどんな飛行機も水陸両用にすることができるようになり、 夏の間は開けた地形が、水面しかないような、より遠い遠隔地にも行くことができるようになった。水陸両用フロート水蒸気は増加したが、小さな水陸両用飛行艇は1960年代まで、開発が続けられた。リパブリック RC-3CBE やレークバッカニア、などが開発されたが、メーカーがコントロールしても、商業的にはあまり成功しなかった。 今日では、ホームビルトも多い。これは、開発コストが見合うほど要求が小さいからで、ホルマー VJ-22 などが人気である。遠隔地の小空港の能力の向上に伴って、水陸両用機はかつてに比べて少ししか製造されていないが、ボンバルディア CL-415 やセスナ208の水陸両用フロート装着バージョンのような、一握りの水陸両用機は、 生産が続けられている。ありがとうございます。